写真拡大映画ターミネーターシリーズ最新作ターミネーター、ニュー、フェイトのプロモーションで来日した。T800 役のアーノルド、シュワルツェネ。ガート・サラ、コナー役のリンダ、ハミ。ルトンが久々の共演を振り返りながら、撮影時のエピソードを振り返った。この記事は一部ターミネーターに、ユ・フェイトの内容に触れています。本作は、ジェームズ・キャメロンがプロデュース。お手掛けたターミネーター2-1991の正当な続編。ターミネーター2で、未来の軍事システムスカイネットがもたらす核戦争審判の日を回避した。サラ。本作では前作の後もサラの戦いの日々が続いてたことが明らかになる。ターミネーター2から28年を経たサラの内面にも変化が訪れており、リンダはサラは今回もハッピーな状況にはいないわ。胸の内に抱えた怒りとも疾患もより大きくなっていて、故郷のない女として生きている。もはや人類のこともどうでもよくなっていて、過去のシリーズとは全く違う彼女になっているのと語る。1年前から肉体作りに励むなど、サラ・コナー役に対するリンダの思いは相当なもの。劇中には若い頃の T800 とサラ・コナーが登場するシーンがあるも、のの自ら演じることはできなかったといい、悔しさをにじませる。あの場面では、若い頃の私の体に似たボディダブルが、演じるサラに CG で作った顔を合成していて、私は関わっていなかった。他の誰かがサラを演じているのを見るのはかなり辛かったわと明かす。サラ、コナーをやるならもっと獰猛に激しく演じてほしいって思うのだけど、その通りに演じてもらうわけにはいかない。誰かにサラ・コナーの演じ方を教えるのは無理だもの。あのシーンは撮影初日だったんだけど、あまりにもどかしくて自宅に帰ってかラナキハラしたは、また T800 もアップデートされていると、シュワルツェネッガーは語る。一作目の T800 はただのサイボーグだった。サラ・コナーをひたすら追い詰め、立ちはだかる者は容赦なく殺す殺戮マシンだ。そしてターミネーター2では守護者、ガーディアンになった。本作ではさらに人間の行動を取り込むようになっている。だ。だから僕も半分機械で半分人間のような感じを意識した。ボディだけじゃなく頭脳も半分人間のようになっている。より人間らしくなった T800 を演じるのは面白かったね。一方で久々の共演となった2人の友情は28年前と全く変わらなかったようだ。アーノルドと共演する最初のシーンがちょうど映画の中で T800 とサラが初対面する場面だったの。
奇妙な感じなんて全くなくて、とっても自然な気分で完璧だった。サラは前作よ。立来状況にいるのにねとリンダ、シュワルツェネッガーもリンダの言う通りだ。一作目のターミネーターか。ラ35年、ターミネーター2から28年。経っているわけだけど、ずっとこのシリーズを一緒にやってきた。うじゃないかと思うくらい、心地よい時。まだったよ。敬意と思いやりを持って、あらゆる面で助け合うことができて最高。だったねと満足げに撮影を振り返った。編集部、入倉浩一、映画ターミネー。ター、ニュー、フェイトは全国公開中。